今日も頑張ろう。うん。頼むよエルヴィン、巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょ。それには巨人の捕獲が絶対に必要なんだ。今回こそ。何度言えばわかる。捕獲作戦に兵を割くだけの余力はない。却下する。巨人です。平原より近づいてきます。総員、警戒態勢。エルヴィン、行かせてもらうよ。待て、ハンジ。巨人のみんな、今会いに行くよ。分団長、一人では危険です。リヴァイ、追え。チッ、バカが。リヴァイ、お前はハンジを追え。本隊はここで兵站拠点の設置を続ける。あのクソメガネ、世話焼かせやがる。平地では立体機動装置は活かせない。できる限り戦闘を避けろ。分かった。馬があれば追いつかれねえよ。立体起動できる場所まで移動する。死にたくなきゃついてこい。了解です。分隊長、行きますよ。マスト、邪魔しないでほしいな。まとめて相手して。仕方ないな。他を探そう。被験体になってくれる子はいるかな。くそ、あいつまたどこか行きやがった。まとめて分隊長を止められなくて申し訳ありません。おとなしくして。変だ、苦戦してやがる。あの演台、ヘドラからだ。
ヘラするなよ。私も行きます。続け。私も行きます。ペトラ、その子を捕獲するんだ。倒したらダメだよ。そんな無茶言わないでください、ハンジさん。ペトラ、村の方へ釣り出す。手を貸せ。倒していいんですよね。援護します。おとなしくしてろ。あいつの頭にはクソでも詰まってんじゃねえだろ。おとなしくしてろ。まとめて相手して。リヴァイ、また邪魔するのかい？協力してくれよ。まとめて相手して。次こそいい子を見つけなきゃ。今会いに行けよ。待ってください、ハンジさん。行っちゃいました。何が巨人捕獲作戦だ。勝手に動き回りやがって。巨人の捕獲、記録だと15年以上前に成功したきりなんですよね。あの縁談はまたクソメガネの仕業か。あそこにいるのはオルオか。正気じゃねえよ。マジでおかしいって。そうだけど、そろそろ慣れようよ。ハンジさん、
昔から変わらないじゃない。巨人のクソになりてえなら一人でやれ。片付けるぞ。行く。ハンジさんの班にはなりたくないかも。まとめて相手して。危なかった。ああ、殺しちゃった。貴重な被験体になったのに。黙れクソメガネ。部下を危険にさらすな。兵長、ハンジ分隊長、あの、あそこに。なんだ。34回目の腕章。壁外調査で死んだ兵士だね。名前はイルゼ・ラングナ。この兵士の手帳か。見ろ、最後に遭遇した巨人に関するメモがある。意味のある言葉を発した。表情を変えた。私に敬意を示すような姿勢をとった。おそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせた。彼女を殺した巨人は姿勢を持っていたってこと。これはイルゼ・ラングナーの戦果だ。